今年の紅白歌合戦は44年ぶりに旧ジャニーズ事務所のタレントが一人も出場しないことが決まった。残念がるファンがいる一方で SNS 上では本当に実力のあるアーティストの歌が聴けるという声も。旧ジャニーズのグループは多くの音楽番組に出演し目にする機会が多かっただけに他の歌手以上にシビアに実力を評価されているのかもしれない。ランキングあり 歌が下手だ、と思う、やめじゃに。1から10位そこで、本誌は20代から60代の500人にアンケートを実施し、歌が上手い、下手だと思う、やめじゃに、タレント、について調査を行った。この記事では、歌が下手だと思う、やめじゃに、のランキングを発表する。第3位に選ばれたのは手越優也、36。20年に退所するまで、 約17年間ニュースのボーカルとして活躍。現在もソロアーティストとしてアルバム発売や全国ツアーなど精力的に活動しているが、その歌唱力には厳しい評価が相次いだ。音程がずれているから、声量がない。雑な感じ、うまいと思ったことがないし、歌っている時の表情がうるさい。続いて第2位は近藤正彦、59。 21年の退所までジャニーズの年長者として長く活躍81年の「銀ギラ銀にさりげなく」で紅白初出場を果たすとその後もヒット曲を連発して計10回出場したしかし最後の出場となった15年の印象があまり良くなかったようで2015年の紅白の史上最悪の大鳥のイメージがある歌はいいのに歌いこなせないみんな割と下手な方だと思うけど マッチが先駆者だと思うから、そして第1位は中井正宏、51。もはや自他共に認める、音痴キャラ、だが、2位以下に200票以上の圧倒的な差をつける結果に。批判的なコメントはほとんどなく、多くの人が歌が下手なところも含めて好き、と答えるほどの愛されぶりだった。今更言うまでもなく皆、周知しているでしょう。本人も自虐ネタで話しています。 ガラガラとした声が歌に向いていなくて不協和音に。でもキャラが面白いので許してしまう、中井くんは歌が下手なんじゃない。無理なんだ。